こんにちは、日本酒おじさまです。今回も引き続き越後桜酒造さんのお酒を紹介していきます。今回はこちらの越後桜38大吟醸ですね。スペックです。スペックは原材料が、米と米麹、それから醸造アルコールです。使用米はこれ国産米って書いてありますけど、山田錦ですね。 100% 使用しているということですね。精米場合は 38%、 アルコール度数は16度というふうになっています。早速飲んでいきましょうね。もう結構香りが来てますね。とは言ってもいつもの開栓直後のこの瓶の中で圧かなんかの関係でですね、溜まってたのがピャーって出てるだけかもしれないので、まだちょっとこの時点では嗅いでみましょう。あ、してますね。結構香り高いですね。いいですね。じゃあ実際に飲んでみます。まずですね、香りはまあしっかり香り高く、結構ねこうすぐに分かる感じですね。いい香りです。で、粘性が結構高めだと思いますね。とろみがあります。で、まあ、香り味の種類っていうのは例のフルーティーで華やかな方ですね。しかも結構フルーティーですね。米感っていうものはそんなにっていう風に、そんなにじゃないですね。ないですね。米感はね、日本酒感っていうのはあんまないですね。うん。完全にフルーツですね。粘性が高くて結構甘みがあってですね、それでアルコール感なんですけど、アルコール臭気はないですね。最近こうアルコール臭いっていう酒には全然当たってないですね。ただ、これも多いですけどね、刺激はしっかりありますね。喉を通すときと、それからまあ飲み込んで食道をこうむせ上がるというか、ふわーってですね、アルコールの感じは上がってきますね。結構ねしっかりアルコールですね。これ辛口でいいと思います。香りは完全に甘くてフルーティーな感じなんですけど、辛口でしょう。ほぼ 100% 辛口だと思いますね。ふわーってきますよ。うまいですね。まあ香りとですね、飲んだ感想と、まあ、さっくりいきましたけれども、これ越後桜酒造さんに行った時に枕元さんで直接購入したものです。まあ、これで1650円とかなんかそんな感じだったと思うんですけど、2000円いかなかったんですよね。で、普段から越後桜さんは大吟醸を4、5瓶で1000円1回いかないかくらいで結構な量を流通させてらっしゃると思うんですけど、これはまあちょっとこう限定で割とガチめに作ったっていうようなことなんですね。で、まあ、何が違うかなって、結構時間も経っちゃってるんで、以前こちらの動画でもそのよく流通している 4,5 瓶の大吟醸っていうのはレビューの方させていただいたんですけれども、よりこうなんていうんですかね、日本酒っていうことでいくと、そっちに日本酒の方にこうちょっとこうバランスが寄っていって、こうフルーティーと日本酒のちょうどいいところみたいなのを目指すのかなと思ったら、振り切りましたね。フルーティーの方に振り切りましたね。振り切ってます。だからちょっと好みはね分かれるかもしれないですね。甘ったるいっていう風に感じるかもしれないです。アルコール感がしっかり後からついてくるんで、辛口であることは間違いないと思うんですけど、でもやっぱり香りっていうところ、香りと粘性のとろみですよね。で、やっぱり香りの影響って大きいと思うので、甘いって言ってですね、甘いって言っちゃう人はいると思います。多分人によっては甘ったるいっていうところまで表現するかもしれないですね。ちょっとこれ常温で今いただいてるんで特にそうなんですけど、
冷やして飲んだ方がキレは出ると思うんですよね、うん、でもまあ私は別に甘いのも好きなんで、甘い風味も好きなので、しかも実際これは飲み上がりが結構アルコール感出るんで、そんなにこう甘いことは気にならないですしね、うん、甘かったとしても好きですしね、といったところをですね、結構好み分かれるかもしれないな、うん、というわけでちょっと例のね、ちゃんとした人が見たら怒ると噂のグラフを完成させますね。香り間違いなく高いですね。すごく高いですね。この辺で味わいはその米感が出るとやっぱり複雑さも出ると思うんですけどね、これはねちょっとその複雑さっていうのはないですね。粘性の後押しがあって濃いのは濃いので、まあ、真ん中くらいですかね。結構この辺につくことが多いかもしれないんですけどね。あとはまあ辛口でいいでしょう。入り口は甘いですね。入り口は甘い。出口が辛ですね。アルコールはまあ中から高にかけてっていうところでしょうか。私の感想だとこんな感じですね。第一証言、関数で言うと第一証言のところですね。大吟醸なんでね、本当はこう、こちらの第二証言に入ってくることの方が多いと思うんですけど、まあ、私は第一証言のところに入れました。熟成酒とかと同じ扱いですね。で甘口辛口っていうのは入り口はちょっと甘い風味ですけど、出口は辛いと。アルコールはまあ中から高にかけてというところです。うん、私は好きなんですけどね、結構分かれるところかもしれません。といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。